これからは私もこの男を愛する恋人役を演じなきゃならないんだ。でもだからってこの男を名前で呼ぶなんて。どうした、嫌なら互いに相性を作ってもいいのだぞ。いえ結構です、お名前でお呼びいたしますわ。では呼んでみよう。今後必要な時にそのようにお呼びいたしますので。言葉というのは普段から呼び慣れていないと、いざという時に出てこないものだ。今ここで呼んでみろ。さあ、早く。ノア。こいつ。まあいいだろう。では、失礼するよ、レリアーナ。